シンクの女は1953年に公開されたアメリカ合衆国の映画である。第7代アメリカ合衆国大統領、アンドリュー・ジャクソンとその夫人、レイチェル・ドネルソンの結婚生活を描いたアービング・ストーンの小説が原作。20世紀フォックスが制作かつ配給しており、ヘンリー・レビンが監督を務め、レイチェル・ドネルソンはスーザン・ヘイワードが、アンドリュー・ジャクソンは、 チャールトン・ヘストンが演じた。第26回アカデミー賞のアカデミー賞の2部門にノミネートされている。チャールトン・ヘストンは5年後の大海賊でも再びアンドリュー・ジャクソン役を演じている。若者アンドリュー・ジャクソンは親友のジョン・オーバートンと共同で弁護士を開業するためにテネシーの辺境にあるナッシュビルにやってきた。レイチェル・ドネルソン・ロバーツとは1789年に ナッシュビル近郊にある彼女の母親の農場で知り合った。レイチェルは農場主、ルイス・ロバーズと結婚していたが、夫に他の男性との仲の良さで疑われ、母親のところに身を寄せていた。ロバーズはレイチェルとジャクソンの中に嫉妬し、力ことごとくでもレイチェルを取り戻すと脅迫した。不安になったレイチェルはナチェズのおばのもとに避難することを決めた。 彼女の母親の依頼で同行したジャクソンに護衛され、レイチェルはインディアンの襲撃を受けながらも無事に到着した。この旅で二人はお互いの愛情を確かめ合った。それからしばらくして、ロバーズがレイチェルの貫通を理由に離婚手続きをしたという知らせが届き、二人は結婚式を挙げた。ところが、その時点では離婚の承諾を得ていなかったことが後からわかり、 もう一度結婚式をやり直した。このためにレイチェルは、官プという不名誉が与えられてしまうことになった。ジャクソンは妻を侮辱することを許さず、彼女を断固として守るために決闘で傷ついたりもした。歳月が流れ、順風満帆な出世街道を進むジャクソンは1828年の合衆国大統領選挙に立候補した。反対派の悪意に満ちた誹謗にショックを受けたレイチェルは、 病の床に伏した。ジャクソンの手厚い看護にかかわらず、夫が大統領に当選する前夜にこの世を去った。オールドヒッコリーは幸せだった。結婚生活を懐かしむことで、自らの慰めとした。チャールトン・ヘストンとスーザン・ヘイワード・クレジットに記載されたキャストと、その役を演じた俳優は以下の通り、日本語吹き替え。 初回放送1974年12月2日、テレビ神奈川2015年3月28日時点で、ロッテントマトには本作についての3人の評価のレビューが集まっている。このうち2人から肯定的な評価を獲得している。この映画は第26回アカデミー賞の2部門にノミネートされた。ありがとうございます。